こんにちは、ジャグラーのマロです。今回はプロジャグラーがおすすめする上手になれる練習のリズム、そういったテーマでお話をしていきます。で、始める前に簡単に自己紹介すると、僕は人前に立つようになって今年で31年目、プロジャグラーとして仕事するのも21年目になります。でね、長い間こう仕事をしてたくさん人に教える機会もあったんですけれども、やっぱり独学で練習する人ジャグリングは多いんですよね。で、こう自分で練習しててよく問題になるのは、今やってる練習は正しいんだろうか、これぐらいの練習ペースでいいのかなっていうのがどうしてもわからなくなってしまうということですね。で、今回は僕がおすすめする独学でもね、どんどん上手になれる練習のリズムということでお話をしていきます。で、今回ジャグリングがテーマですけれども、その技術を覚えるスポーツとかだったらね、考え方は共通したりしますので、ぜひね、最後までお聞きください。そうするとね、自分なりの練習リズムきっと見つけられると思います。まずね、早速始めてきますけれども、よくある質問として練習のペースですね。1日何時間練習すればいいのとか、1週間に何日練習すればいいのとかですね。で、まあ、こうプロを目指すとかね、上級者を目指すとか、いろいろ状況によるんですけれども、まあ、今回ある程度趣味でね、それでも上手になっていきたい。で、現実的に仕事があったり学校がある人ということでお話しすると、1日1時間、週に5回、5日間ですね。これをお勧めします。はい、まずこれぐらいやると、1日1時間だけと思うかもしれないんですけれども、それなりに上達することができます。はい、で、これがですね、もちろんもっと時間があれば2時間3時間とかでも素晴らしいんですけれども、場合によっては逆にそんな1時間取れないよってこともあると思うんですね。その場合は例えば1日5分でもやりましょう。で、1日5分毎日やるだけでも全然変わってきます。で、これはですね、例えばピアノとかね、自分が今練習をしている曲が1曲あるとして、その曲を毎日5分、ね、1ヶ月弾いてたらやっぱりその曲覚えたり、ちょっとスムーズになったりしますよね。だから、1日5分でも何か1つのテーマだったら伸ばすことが十分できるわけです。逆に1ヶ月ね、もう全然時間ないから何もやらなかった人はどうなるかといえば、もう忘れちゃって一からやり直しみたいになってしまいますよね。なので、できればね、毎日1時間とか、まあ毎日1時間というか週に5日ぐらいのペースでやれたらベストですけれども、時間がなかったら30分でも十分だし、10分でも5分でも、できれば少し触ってみる。それをね、本当にお勧めします。それを習慣にしていけばね、こう毎日やるっていうことが全然こうストレスじゃなくなって当たり前のことになっていくので、はい。で、あとはですね、1日というか週に5日じゃ少ないというか、毎日やりたいという人もいると思うんですけれども、その場合は毎日やっても全然大丈夫です。1時間だったらね、そんなに故障、怪我をするほどの時間でもないので、まあ、もちろんなんか腱鞘炎になったとかね、どこか痛いところがあったりしたらそこは休んだ方がいいです。病気になって熱があるとかね。だけど、そうじゃなければモチベーションがあるんだったら全然毎日やっても大丈夫です。はい、まあ、ただね、こうただなんとなくダラダラやるんじゃなくて、今日もやりたいと思ってやるっていうのは大切ですね。で、その上でですね、まあ、もし2時間3時間やってるとかで疲れが溜まっていくとか、なんか気持ちが乗らない、そういう場合は毎日やるよりは週に1回とかね、しっかり休みを取るっていうのも大切になってきますけど、それは本当に自分のコンディションをしっかり見て、疲れていたり怪我をしていたりするときは無理をしない、元気な状態でたくさん練習をする、それが、まあ、成長する鉄則ですね。そう、なんかこうスポコンみたいな根性論でもうボロボロだけど今日も頑張るっていうのは成長にはつながらないです。元気だから今日も頑張る、それですね。はい、で、あとはですね、じゃあ実際の練習のやり方についてなんですけれども、まず練習始めたときにこうノープランで練習してはいけません。しっかりね、今日やることを分かった上でもう練習を始めましょう。練習場所に着いてから、いや今日何やろうかなとか、じゃあまずこれやろうかな、とりあえず道具を触ってみるとかね、どの道具触ろうかな、これだともうその考えてる時間とかも無駄だし、やっぱり少ない時間だったら有効に使いたいわけですよね。で、それがどうしてもこうもやっとしたまま練習時間使ってしまうので、特にこう趣味で練習時間少ないなら、その時間少ない人ほどね、なんとなくじゃなくて今日はこれをやる、この順番でやる、それをしっかり決めて練習をスタートしていきましょう。で、まず練習をスタートしました。で、最初に必要なのはウォーミングアップですね。で、ウォーミングアップもですね、すごい大切なんですけれども、ここでやりがちなのがウォーミングアップに時間を使いすぎてしまうということがあるんです。ここは気をつけましょう。で、これはですね、例えばダンスとか体操とかね、こうしっかりストレッチとかした方がいい、ウォーミングアップにより時間がかかる種目っていうのもあるんですけれども、そういうのはね、ちゃんとやった方がいいんですけれども、まあ、今回ジャグリングということでお話をすると、まあ、そのウォーミングアップはジャグリングの場合は怪我の予防というよりは、まあ、どちらかというとね、技術を、そう、難しい技をやる前にもうなるべく自分の
集中力とか技術のレベルをピークに近く持っていきたいっていう、そう、技術的にウォーミングアップをするっていうね、体を温めるのとはちょっと違うウォーミングアップなんですけれども、その技術的なウォーミングアップもですね、やってる間になんだかんだ集中力とかね、体力も使うわけですね。だからウォーミングアップが、技術的なウォーミングアップが短い時間で終わるならそれに越したことはないんですよ。このやってしまいがちなのがウォーミングアップ、なんとなく準備体操みたいなことを30分とかね、長いと1時間2時間やってしまうということがあるんですけど、1時間2時間ウォーミングアップしてたら自分がやりたい技を練習する時間どこにあるのかっていうことになってくるんですね。なので、まあ、僕のおすすめはもし1時間だったらウォーミングアップは長くても15分、できれば10分とかで終わるのが理想ですよね。5分で終わるならそれも素晴らしいし、 できるだけ早く効率よく終わらせたいけども、それで進んでみたら、あれやっぱちょっと調子悪いな、ウォーミングアップもうちょっと必要だなと思ったら、それはまたウォーミングアップに必要なだけ戻ればいいということですね。で、このウォーミングアップするときに一つ気をつけたいことなんですけれども、こう技ができないことにこだわらないということですね。ウォーミングアップのメニューいろいろあると思うんですけれども、そのウォーミングアップのメニュー、例えば7ボールのためにね、今5ボールでこう100キャッチはしておこうとか、こう投げ上げて自分が1回転しようとかね、それを3回決めたら次に行こう、まあ、もしそういうことを考えてたとしたら、それがですね、例えばあれ100キャッチできない、ちょっとそれ100キャッチぐらいしないと進んじゃダメだなとか、まだ回転してキャッチうまくできてないからできるまでやろう、そうするともうそこでこうこだわりというかね、こう力みにつながって時間もエネルギーも使って、気づいたら30分経ってたみたいなね、で終わった時にはそれなりにもう疲れてたりとかするので、そうじゃなくてウォーミングアップはあくまで技術的に温めるためのもので、落としても全然関係ないんです。本当にもうボロボロに落としまくっても全然気にしない。で、とにかくウォーミングアップはウォーミングアップ、技術の習得時間ではないっていう、そこをですね忘れないようにしましょう。これがね、どうしてもこうこだわってしまってウォーミングアップが長くなる、そこで力を使ってしまうということが起こりうるので、ウォーミングアップで消耗するのは本当にナンセンスです。というわけですね、まず練習のスタート、ウォーミングアップで、ここからまた一つね、その先なんですけれども、ウォーミングアップ終わりました、じゃあ7ボール例えば今例にしてますけれども、じゃあ3個の基礎練習をやって、4個やって、5個やって、6個やってっていうのがよくありがちな進み方なんですけれども、これも僕はおすすめしません。で、これはなんでかっていうと、それはですね、もうウォーミングアップ10分の中でパッとやる分には OK なんです。3個からねとか1個とかからやる、それは全然 OK だけど、本番のね、ここからメインっていう場所でそれをやってしまうと、やっぱりね、じゃあ7ボールどこでやるのって話になるんですよね。で、場合によってはもう7ボール結局触らなかったとかね、もう3分5分しかやらなかった、最後に練習のちょっとにということにすらなってしまう。それじゃあできるようにならないですよね。で、さらにその、まあ、3個4個5個6個とかやってる間にも同じく集中力体力使っていくわけです。で、例えばそれが練習2時間3時間とかだとなおさらです。3時間練習があって、3時間の一番最後にやっと7ボール始める、その時はボロボロです。本当に自分では自覚はなかったりするんですけれども、そうで、でも難しい技をやる、自分にとって新しい技をやるっていうことは、こう自分の、ね、限界を超えようとしてるわけですよね、少しだけでも。で、自分の限界を超えるときに一番いい状態っていうのは、集中力が高くて体力もあるときに限界に挑戦する、これが正解です、ね、練習の後半になって集中力も体力も下がってるのに限界に挑戦しようっていうと、その段階ではもうすでにできる技さえできなくなったりとかもするので、そうだから、ありがちなのが練習の最後に今日目標にしてる技を持ってきてしまうっていうことですね。で、その最後にね、まあ1時間ぐらいだったら最後でもまだ全然集中力高かったりもするんですけれども、まあ、もしできるんだったらウォーミングアップを素早くやって、集中力ピークを前半中盤に持ってきて、そこで今やりたい技、難しい技をやっていく、その方が絶対効率はいいです。で、その後にですね、その一番難しい技やってて、あ、でもちょっと調子悪くなってきたなって、その、一番難しい技、1日の中でも調子が下がってくるんですね。そしたら下がりきってしまう前にもう次に進む、そこで改めて6個とか5個とかね、そういう技をやっていけばいいし、自分の演技の中で使う技とか、今すでに大体できるけどもうちょっと固めたい技とか、その辺を練習の中盤とか後半に持ってくればいいわけですね。そういうね、もうすでに大体できるけど固めたい技とかね、こう忘れないようにレベルを維持しておきたい技とかだったら、全然まあ多少疲れててもできると思うんですね。で、その時はそういうこうエネルギーの使い分けですよね。エネルギーが下がってクオリティがもう下がりかけてる練習の時にはそこに見合った練習をする。でも一番いい時間っていうのは限られてるから、そこは自分のベストを
伸ばすために使う、この考え方が大事で、できればですね、本当はそのクオリティが下がりきってしまう前にもう練習はスパッと切り上げてしまった方がいいんですけれども、はい、まあ、これがとにかくね、練習メインパートでの考え方ですね。自分の一番テーマにしている伸ばしたい技術っていうのは、自分の集中力、体力高いところはどこかなって、そこにぶつけるっていう発想です。そしてこの練習が今度終わった後なんですけれども、できればやっぱり自分の練習動画を撮っておきたいですね。特に独学の場合は、で、動画を撮ることで客観的にどういう風にね、自分が技術やってたのか、イメージ通りに動けてないっていうことがあるので、やっぱり練習は自分のイメージに実際の動きとかリズムを近づけていくっていう作業ですよね。イメージ通りに動ければ技はできるわけなので、で、そこにズレがあるから技ができないということなので、とにかく、こうね、まあ、動画で客観的に自分の動きがどうなってるか確認する。で、それは時間かけすぎる必要はないです。その動画分析にね、20分30分1時間かけてたら、それはそれでもう練習できるじゃないってなってしまうので、本当に例えば今日ベストの一番調子が良かった時のトライを、まあ、1回2回1、2分見るとか、それぐらいで全然 OK です。でもそれでも何か発見はあると思うんですね。あ、綺麗にできてるなかもしれないし、左右の手の動きがちょっとバラバラだなとか、リズムがちょっと悪いなとか、何か発見はあると思います。で、それを踏まえて自分がお手本にしてる人の動画も見ましょう。そう、自分のセルフチェックをしてお手本の動画を見る。で、お手本の動画は例えば5分とか10分とか、それは全然何分でもいいんですけれども、それを見ることでこのね、理想のイメージと自分のズレのギャップみたいなね、じゃあ明日はこういうイメージでやろうみたいなことをね、思い出して、また次の日の練習前にね、高いモチベーションで、ああいう練習をしたいなっていう風に向かっていくことができるわけですね。はい、というわけで、こう練習が終わったらそういう風にする。で、もう一つはですね、この練習の大切なところは、じゃあ次の日の練習に入っていくんですけど、次の日も同じように練習すればいいかというと、そうではないんですね。で、まあ、大体同じでいいんですけれども、練習の調子っていうのは日によって違うわけです。なので、例えば昨日セブンボールが20キャッチできた。だから今日は25キャッチをやろうっていう考え方。まあ、決して悪くはないんですけれども、で、今日やってみたら、実は25キャッチどころか10キャッチあたりでバラバラになって、あれ？なんかちょっと落としちゃうなっていうことも当然あるんですね。で、その時に、でも昨日20キャッチできたんだが、今日は25キャッチの日だってこだわってしまうと、なんか20キャッチもバラバラ、10キャッチもうまく決まってないのに25キャッチを目指すっていう、すごいちぐはぐな練習になってしまうわけなんですね。だから冷静に、今日の調子は10キャッチあたりが安定してないなっていうことを認めて、まず10キャッチをもう一回確認する。で、20キャッチをしっかり確認して、それができたら、じゃあもう一回25キャッチをトライしようっていう風にね、その日の調子に合わせる必要があるんですね。で、逆にこう、昨日20キャッチできたから、よし、今日も20キャッチ安定させよう、明日も20キャッチ安定させよう、その次も今週はとにかく20キャッチやろう、これも実は良くなくて、20キャッチできたなら、もしかしたら今日25キャッチできるかもしれないし、30キャッチもできるかもしれない。だからできるんだったら先に進もうとする、この発想はすごい大切ですね。だから昨日できたことをどんどん固めるっていうよりも、固めつつも先に行けないかな、先に行けないかなっていうのも試してみる。で、試してみてダメだったらまた戻って固めながら少しずつ進むっていう、とにかくこの練習は毎日コンディションは違います。毎日成長もします。なので、こう、とにかく毎日同じメニューをやるんじゃなくて、基本メニューはこうだし、基本の目標はこれだけど、今日はどれぐらいのコンディションかな、それに合わせて微調整していくっていう発想、それがとても大切ですね。はい、で、こういうことをやって、繰り返していくとね、だんだん自分の練習リズムができてきます。今回の動画を聞いていただいて、なるほどって感じていただいたところも、きっとね、やってみようって思ってもらえた部分もあると僕は思うんですけれども、ただね、これを聞いて実際やってみると、また、なんかだんだんよくわかんないなって迷いもきっと出てくると思います。それはね、やっぱり動画を一回見ただけではわからないってどうしてもあるので、で、ただですね、実際にやってみると、また自分にとってどこがわからないのかとかいろいろ出てくるので、それで練習でね、こううまくいかないな、わかんないなと思ったら、もう一回この動画ぜひ戻ってきてください。で、もう一回見てみると、前わかんなかったこととか、わかった気になってたけど、あ、違ったなっていうことを、さらにね、違う見方ができるようになるので、また理解が深まります。で、また練習をしてみる。そういうことをやると、だんだんね、自分なりの練習リズムっていうのがつかめてきて、こう、今は練習リズムが、これでいいのかな、手探りの状態でも、あ、自分はこのリズムでやると上手になれる。これが自分にとってベストだなっていうのができてきます。これは本当に個人個人別々なので、まあ最初に言ったね、練習1時間、週に5回、5日間っていうのも、もしかしたらそれは多少前後するかもしれないし、生活リズムによって、当然みんな時間が違うので、1日2回練習できる人もいるかもしれないし、だけど、とにかくね、まずやってみて、もう一回見てみる。で、またやってみる。で、また見てみる。そうすることで、あ、なるほど、だんだん自分に合ったリズム、毎日
あ、伸びてるなって、毎日手応えがある練習っていうのができるようになります。そうすると独学が上手な人になれる。でそうするとね、本当にこうジャグリングに限らずどんなスポーツとかでも自分で何かを学ぶっていうことが上手になって、こう一人でもどんどん成長していけるサイクル、練習が上手だっていう自信が出てくるんですね。それが大事。ジャグリングが上手だっていうことじゃなくて、僕は練習が上手なんだっていうね、そう、そこをぜひね目指してもらうと、一人で練習しながらも成長の速度が全然変わってくると思いますので、ぜひね参考にしていただければなと思ってお話をさせていただきました。はい、ではこれで今回の話以上です。この話少しでも良かったな、参考になった、感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。そしてね、最近僕 YouTube で限定コミュニティやってます。毎日僕がおすすめする動画をシェアしたりとか、Facebook コミュニティの中で直接僕に質問したりね、こう先生がいなくてどうやって練習すればいいかわからない、そういう方もね、僕が直接アドバイスしたりして一緒に成長をしていこうというグループです。興味ありましたら下にリンクありますので、それもご覧になってください。では今回も動画をご覧いただいてありがとうございました。